平野紫陽の次なる、天然、発言は神宮寺雄太の新たな挑戦とはファン必見の最新トレンド。ナンバー、愛のメンバーが民放のテレビ番組に出演し、さらには SNS でも大きな注目を集めていることは、多くのファンや視聴者にとって大きなニュースです。特に、4月1日に放送された音楽番組、CDTV ライブ、ライブ、4時間30分スペシャルでの初出演は、 彼らのファンにとって待ちに待った瞬間でした。ナンバー、愛は3月30日に日本テレビのメズミュージック春の2時間スペシャルにも初出演し民放出演ラッシュの最中にあります。彼らがテレビでのパフォーマンスを披露するたびに関連するワードが SNS でトレンド入りすることは珍しくありません。この流れは彼らの圧倒的な人気とメンバーたちが持つ魅力によるものです。 平野志陽、岸優太、神宮寺優ジングジの3人はトレンド入れするワードに関連してファンの笑いを誘うことがあります。例えば、平野がかつてエイプリルフールをエリンギプールと言い間違えたことがあり、それが彼のファンの間で伝説となっています。そのたびにエリンギプールという言葉が4月1日になると SNS で再び話題になりトレンド入れするのです。また、岸が最近リリースした楽曲ブロイワカバーに関連して ハッシュタグ、BYC がトレンド入りしました。騎士は50回も、BYC というハッシュタグを並べた投稿を行いましたが、その投稿はハッシュタグが無効であることからも注目を集めました。しかし、この事態も含めて大きな話題となり、ファンの間で盛り上がりを見せました。ナンバー、愛のメンバーは、テレビや SNS での活動によって、大きな影響力を持つことが証明されています。 彼らのファンは、彼らの新しい挑戦やパフォーマンスを楽しみにしており、彼らがどんな発言や行動で今後もトレンド入りするのか、ますます注目が集まっています。岸くんのハッシュタグ50連発の投稿は、ファンを驚かせましたが、それでもなお彼の人気は衰えることがありません。彼のユーモア溢れる投稿や独自のスタイルは、多くの人々を魅了し続けています。紫輝くんのエリンギプール発言は、 彼の天然な一面を象徴するものとしてファンの間で愛されています。彼の明るい性格と独特の魅力は彼のファンにとって特別な存在です。神宮寺さんも彼の可愛らしい笑顔とユーモアのセンスでファンの心をつかんでいます。彼の存在感はナンバー、愛のグループにとって欠かせないものであり、彼の今後の活躍にますます期待が高まっています。 ナンバー、愛の3人がこれからもさらなる成功を収めていくことは間違いありません。彼らの活動は多くの人々に楽しみと感動を与えてくれるでしょう。今後も彼らの新しい挑戦や活動に注目して彼らの成長を見守りたいと思います。彼らのこれからの活躍にますます期待が高まりますね。平野志陽、岸優太、神宮寺優太のナンバー、愛が4月1日の CDTV ライブ、ライブ。 4時間30分スペシャル TBS 系夜6時30分に初出演した。彼らの民放出演は続いており、これからも週刊内イミュージック拡大号、フジテレビ系夜10時などに出演する予定だ。番組ではデビュー曲 g ートや最新の楽曲ブロイワカバーがテレビ初披露された。ナンバー、愛は常に話題になり、SNS でも大きな注目を集めている。彼らの放送日である4月1日には、 以前平野が関西ジュニア時代に言い間違えた、エリンギプールがトレンド入りし、ファンの間では恒例となっている。同じくトレンド入りしたのは、楽曲、ブロイワタワーの略称である、BYC だ。騎士はインパクト抜群の50連発、BYC を投稿したが、タグの間にスペースを空け忘れたために、ハッシュタグとして機能しなかった。しかし、これがむしろ面白みとなり、大きな話題を呼んだ。ナンバー。 愛のメンバーは SNS でも大きな影響力を持ち、特に平野のフォロワー数は驚異的である。彼らの民放出演は SNS でも大きな盛り上がりを見せ、彼らがトレンド入れすることは珍しくない。彼らは面白発言や行動で知られ、これからもますます注目されることは間違いないだろう。次に彼らがどんな発言や行動でトレンド入れするのか、ファンたちは今から楽しみにしているに違いない。 キシ君のユーモアにはいつも笑わされます。平野く君のエリンプールが4月1日にトレンド入りするのは面白いですね。彼らの天然な魅力とかっこよさ、そして新しいことへの挑戦が本当に素晴らしいエンターテイナーだと思います。CDTV の放送が今から楽しみですね。